和人地は近世の北海道における地域区分の一つ、ま吉地とも言う。主に、エゾと呼ばれるアイヌが居住するエゾ地に対して、もっぱら和人が居住するオシマ半島南部の一帯を指した。オシマ半島の日本海側には、アイヌ文化成立の全段階である、殺門時代の後期にあたる10世紀中央には、殺門文化と本州弾き文化の間に生じた。 クレオール的文化が成立していた。この文化を青苗文化と呼ぶことを提唱している考古学者の瀬川拓郎によると、その成立には青森県側の弾き文化の不可者の北海道への移住が関係していると見られるが、青苗文化人はそのアイデンティティを殺問人の側に定めていたと推察される。その後、14世紀の鎌倉末期から南北朝期にはここに和人が 移住定着するようになっていたと想定され、とりわけ出土した考古学的遺物からは14世紀後半以降に、和人の進出が本格化したことが認められる。15世紀半ば頃までには、大島半島の南端部に、和人の館がいくつも築かれ、本州の安藤氏の影響下にあった豪族たちが、各館を拠点として拡挙していた。瀬川拓郎の見解によると、彼らは15世紀に、 北東北から、お島半島に進出した武装した和人集団であり、交易の利権をめぐって争っていた。彼ら武装商人たちの寄った地域は、かつての青苗文化の分布域でもあり、青苗文化人の中世における後ろ身である、中継交易民としての私等の領域とも、重なっていた。お島半島西南端に位置していた、中世の和人地は、西から上国、まさ 下国の三地域に分けられており、断絶した十三港、安藤氏の僧侶化に代わって、安藤太氏を名乗った、塩方安藤世紀が、恵比寿島を退去して、ソロク島に向かうに際し、三地域の各々に集合を置いた。在地領主柿崎氏改め松前氏は、安藤氏の配下であったが、豊臣秀吉に直接仕え、安藤氏から独立、徳川家康から愛ぬ公益独占権を認められ、 大名に列した。これにより、マサキ藩が和人地を直接支配領域とし、合わせて江戸地との交易をも管理することになった。近世の和人地は西財、城下、東西の三地域に分けられていた。初期のマサキ藩の収入は、藩主、家臣ともにアイヌとの交易にあったため、マサキ藩は他の和人とアイヌとの取引を禁止した。その一環として、 正木藩は、和人地に境界を引き、東西の橋、亀田郡と西郡熊井市に番章を置いて、和人地と蝦夷地の往来を取り締まった。表向き和人が、蝦夷地に出ることは禁じられたが、実際は、現在の堂々根室浜中釧路線の前身である、厚岸線を大鳥市間の道を改策した、厚岸在住の市、庭金助のように、沿岸部に定住する者もいた。一方、 アイヌが和人地に出ることは禁止されず、江戸時代の前半には交易船を仕立てて和人地に出るアイヌも珍しくなかった。後に和人地の二神領が慢性的不良に陥ると、江戸地に和人が巨浪に出るようになった。ただし、永年の居住は表向きなお禁じられており、季節の出稼ぎが主だったようであるが、18世紀の末頃から江戸幕府が、 江戸地を上地支店領とすると次第に拡大し、東は東西を延長するように亀田郡の板所を移転。山越内関所を設置した翌年の1800年には野田追い、1864年には同おしゃまんべなど、後の胆ブ国山越郡にあたる地域に広がった。また、西では西、在を延長するように1807年の シりべし国ツ軍等や1865年に、後のしりべし国オタル軍に相当するオタル内に達した。なお、末期の和人地に相当する地域には、後に北海道11国86郡の内記の国軍が置かれた。ありがとうございます。